忍者250とは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造している忍者シリーズのオートバイの一つである。以下、本文中では忍者250と記述する。本校では2013年まで販売されていた全身モデルの忍者 250R と2014年に発表された派生車種忍者 250SL についても記述する。 近年、世界的に強まっている自動車排出ガス規制強化の流れは、日本のオートバイに対しても、同様に及び、新たな排出ガス基準を満たさない軽二輪自動車は、継続生産者においては、平成19年9月1日以降の生産が、不可能となった。川崎が従来から生産していた 250cc クラスのスポーツカテゴリーに位置する車両は、 いずれも基本設計が古いこともあり新たな排出ガス基準をクリアすることができず生産終了となることが発表された。このような背景の下、2007年に開催されたパリショーにて世界戦略者として環境対応を謳った新たな 250cc モデルとして KLX250 並びに D トラッカー X と同時に発表されたのが忍者 250R である。 忍者 250R に搭載されるエンジンは直前まで販売されていた ZZR250 と同様の 248cc 水冷4ストローク並列に気筒 d o h c である。このエンジンは GPZ250R に搭載されたものを基本設計とする非常に息の長いシリーズだが忍者 250R ではシリンダーヘッド周りや カムチェーンテンショナなど多くの点が改良された。エンジン以外では、旧来モデルからの大きな変更点の一つとして、キャブレターに代わるフューエルインジェクションの採用が挙げられる。また、排出ガス規制対応のためキャタライザーが搭載された。当初の販売価格は2008年モデルでは税込みで49万8000円で、あったが、これは生産を大の現地法人である。 川崎モータースエンタープライズタイランドにて行うだけでなく既存の車体構成や他社の部品を流用し使用を極力世界共通とするなどして大幅にコストを低減させたことによるものであり他社の 250cc スクーターやこの仙台機種にあたる ZZR250 の最終型よりも廉価であったその後は円高により 日本からタイに輸送する主要部品の輸出コストが高くなり、それを補うために、新カラーリングによるイヤーモデル発表のたびに価格改定が行われ、2009年モデルは52万3000円、2010年モデルは52万8000円、2011年、2012年モデルは53万3000円となった。生産国であるタイでは日本円に換算して、 およそ30万円前後で販売されている。本社の発売以降、他社からは、ホンダ CBR250R、鈴木 GSR250、ヤマハユースフ R25 が相次いで発売され、250cc のロードスポーツモデルが活況を停止するようになった。2012年8月1日に、忍者250として、フルモデルチェンジされた2013年モデルが、 川崎重工業より発表された。社名末尾の R はなくなり、車体デザインは ZX-10R をモチーフとした形状に刷新され、後の ZX-6R と共にイメージを揃えるモデルとなった。エンジンも内部構造を全面的に見直し、足回りはホイールが変更され、ABS 仕様も追加された。アメリカやヨーロッパオーストラリア並びに、 ブラジル向けには 296cc 並列に気動エンジンとアシストスリッパークラッチを乗せた忍者300も発表された。日本国内では忍者250が2013年2月1日より正式に発売されたものの予告段階で注文数が殺到しわずか3日で日本向けの年間販売計画台数を超えてしまい。 追って販売するはずだった兄弟車である Z250 を海外に先駆けて前倒しして導入する事態となった。この年以降のカラーバリエーションは以下の通り。いずれも前年の9月1日に発売されている忍者2 5 0 a b s KRT ウィンターテストエディションは2017年モデルの 限定仕様として2016年11月1日に発売された。2016年モデルから発売されているクルダディションのホイールを幅広のものに換装し、前後輪ともラジアルタイヤを装備させた仕様である。価格は59万4000円で、車体カラーはフラットエボニー。2014年2月、海外で忍者 250SL が発表された。当初は、 マレーシア仕様、フィリピン仕様、中国仕様、タイ仕様とインドネシア仕様となる、忍者 RR もののみで、日本国内向けの販売はなかったが、2015年4月15日より、日本仕様も、忍者 250SL として、正規輸入により発売された。生産は態度行われている。社名の SL は、スーパーライトを表しており、車体の軽量さを、 モデルのコンセプトとしている。新設計の交換トレリスフレームを採用し、ホイールベースを忍者250比で 80mm 短縮。タイヤサイズを前後とも忍者250より1サイズ細いものにするなど、軽量でスリムコンパクトな車体に仕上げられ、車両重量は忍者250より2 0ラム以上軽い。外観上は忍者250同様なフルカウルだが、 ヘッドライトは一等式となっている。エンジンは KLX シリーズで使われている単気筒エンジンを改良したもので、高回転域寄りのセッティングとされ最高出力が向上している。東南アジア仕様とヨーロッパ仕様は ABS が標準装備されており、日本仕様では2016年4月15日に発売された n i 2 5 0 s l a b s KRT エディションにのみ装備された。2015年モデルでは本体フレームへの溶接となっていたタンデムステップを固定するサブフレームが2016年モデルでは Z250SL と同様のボルト接続となり取り外すことができるようになった。その他は車体色の変更にとどまっている。平成28年排出ガス規制が2017年9月から 継続生産者及び輸入車にも適用されるため、2017年6月で日本国内向けの生産を終了した。2017年の東京モーターショーで新型の忍者250が忍者400ともに発表され、2018年2月に発売された。エンジンが完全新設計され出力が向上された。ヘッドライトは LED 化され老廃ビームともに、 両目点灯となった。ABS の標準装備化フレームの刷新及び忍者400との共通化。フロントブレーキが前モデルの 290mm から 310mm へと体系化されている。タイヤはバイアスタイヤである。ありがとうございます。